医療の診断領域において、私たち日立ハイテクは血液の微量な物質を分析する技術で検査の質を高め、効率化を叶えてきました。もっと正確に、もっと早く、もっと何ができるか。一方、治療領域では放射線治療技術や培養装置関連ソリューションで患者の QOL 向上に努めてきました。もっと何かできるはず。高齢化社会が進み、さまざまな疾患や医療費の増加が予想される中、医療のさらなる効率化と質の向上、そして疾患の早期発見、早期治療が求められています。ヘルスケア事業を推進する日立ハイテクは、診断事業と治療事業を統合し、さらに強くこの社会課題に応えていきます。治療に効果的な診断技術は何がある？診断データの効果的な治療への活用方法って何だろう？今後は分子診断や検査サービス、医療におけるデジタルデータの利活用にも事業を拡大し、一人一人に必要な診断・治療方法の確立から難病診断の高度化までを見据えた人々の QOL 向上に貢献していきます。私たちはがんを恐れることのない社会を目標に、最先端の分析・自動化技術と治療技術、そしてデジタルの融合により、ヘルスケア領域に新たな価値を提供していきます。